皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もやっていきましょう。コンクエスト続きの方やっていきましょうね、コンクエストじゃねえしなマイクラン、これね、ちょっと新しい、なんだろう、リソースパックを入れました。でコンクエストっていう、まあ、リソースパックなんですよ、これがいいと評判だったんで、ちょっとね導入してみました。見てこのドラゴンかっこよくない？なんかあんのかな、こういうゲームのコンクエストっていうゲームがあって、それをインスパイアした、まあリソースパックなのかなと。まあわかんないんだけどね、俺全然コンクエストってもん知らないから。まあちょっとね、まあ前回かまどがおかしいなことになった、ハルシオンね、ハルシオンってリソースパックね、すごいいいリソースパックだったんですよ、前まではね。ただちょっとバージョンが上がって、なんかいろいろね、なんつうのかな、更新がもう途絶えた、だいぶ前に途絶えた、1.7 ぐらいかな、1.7 ぐらいでも途絶えてる、まあリソースパックだったんで、まあどんどんね、まあ進化していくマインクラフト、まあそれにちょっとついていけないのか知らないですけど、まあ変な表示になってちゃったと、なんかかまどがね、まあちょっと今後やっていくにはちょっと世界観を崩すなと思ったんで、ちょっとね、コンクエストというリソースパックに変えましたよという感じでございます。じゃあちょっと今日もやっていきましょう。シングルプレイ新規ワールド、はい、でね、ちょっとね、ちょっとだけまあ進めておきました。どう進めたかと言いますとね、ご覧の通り屋根をもうね張ってしまいましたね、まあどんな風にしたかというと、ちょっと遠目から見たら分かりやすいかな。まあ普通にね、こう板をね、まあだんだんに張っていくだけじゃね、面白い、ごめんね、面白みがないというか、なんていうのかな、本当にのっぺりとした建物になっちゃうんで、ちょっとね、傾斜を作る、傾斜を作るじゃない、カーブを、作ってるんですよ、ここに、ぐーんとこう上にのね、行くほど、とんがっていくような、槍の先みたいなね、形にしたいと。まあ、これどうしてこうしたかというとね、これね、私、エルダースクロールズというゲームが好きでね、まあ、ノルドっていう種族がいまして、なんかそこのね、原住民たちの家はこんな感じだと、ちょっと屋根が高い、こういう風にね、とんがって、まあ、なぜこんな風にとんがって高いのかというと、まあ、雪がね、まあ、降る地域なんですよ、そこは。なので、まあ、あんま平たい屋根にしとくと、雪の重さで家が潰れちゃうと。まあいうことで、こうね、とんがった家を作って、雪がね、バーって流れてくようにね、外に。雪崩みたいにね、バーンって外に、まあある程度積もったらね、ポーンって落ちちゃうと。いうふうな、多分、環境にしてある、環境っていうか、環境にね、対応した屋根を作ってあるんだと。まあその屋根がちょっとかっこよくて。まあ私の、まあここ、雪とか全然降らないんだけど、全然ね。まあちょっとね、まあ雨の刷毛がいいなと。雨は降るんで。ごめんね、邪魔してね、すごい、つぶらな瞳。ねえ。いつかお前を手なずけてやるぞ。ずっとここにいんのね。彼。まあ多分降り入れないんだろうな。でね、こういう屋根を作ると、まあ、どういう利点があるかというと、まあ、屋根にね、敵が湧きづらいと。ね、こう、階段ブロックで作るのが一番いいんだけど、本当はね、階段ブロックとか、ハーフブロック。まあ、オブジェクトの上には湧かないという敵がね。まあ、なので、屋根の上に、こう、湧き潰しで松明をこう、パンと置く必要がないんだと。まあいうことを利用しつつも、まあちょっとね、味のある屋根に仕上げたいと、いう感じなんですよ。で、ここだけね、湧くポイントがあるんですよね。だここにだけ、間圧板、っていうものをまあ敷けば、
ここはオブジェクトの上という判断になるんで、ここに敵がまあ湧かないだろいうことで、もう夜来ちゃう、寝ろ。まあ、ということです。あ、じゃ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 あ。はい、というわけでね、朝が来ましたよと。まあそんな感じで屋根だけ作りましたと。屋根と、そうですね、テラスのフェンスぐらいですかね。まあ変更点は。で、まあ家の、まあこの前は多分ね、この上のね、この梁ぐらいしかね、作ってなかったと思うんですけども、その上に、まあ屋根を支える、梁が必要だと、いうことなんで。まあ、丸太ポーンと上げて、まあ、屋根をこれでね、この3本で。3本だけじゃないかな。こっちにもあるかな。まあ、この2点もありますね。まあ、これでまあ屋根を支えているという設定にしてあると。いいですね。で、まあね、この丸太の上にもね、敵が湧く、可能性があるので。まあね、そのあたりも湧かないように、このね、上の松明で、まあ、ここを光源として照らして、ここには敵が湧きませんと、いう形であります。あそこはね、通気口、っていう感じで作ってあります。もうちょっとね、うまくやりようがあるかなと思って、もうちょっと考えてます。ここにブロック1個置けばいいのかな。奥のブロックない。ちょっと待って。多分あると思うんだ。もう貫通板いらないな。これ、湧き潰しに使ってたやつね。白樺の貫通OK。これを使う。これをまあ、ここにポンと置けば、なんかちょっと違和感なくなるでしょ。で、見づらいな、通気口が。ね、いいですね、いいですね。これでいいわ。と、まあ、こんな感じで、今日はね、何をしていくのかと、まあ、言いますと、まあ、ね、屋根もできたし、あと、ベッドとかね、宝箱とかこっちに移してきました。あっちのね、第一避難所から。第一避難所はもう行動として、使おうとしてるんで、ああいう入り口にしてあります。今日は、まあ、だからね、家を、まあ、完成させる。家を完成させると、家の外観を、まあ、完成させる、基本的にはね。で、内装は、まあ、なんていうのかな。いい考えが出てきたときに、まあ、内装を変えていくみたいな、形を取ると。あんまり広い家じゃないと思うんで、まあ、そんなにね、まあ、大変じゃないとは思います。で、もう一つ。もう一つね、生活を送る上で、まあ、食事ね。ちょっと食事問題を考えていきたいと。まあ、いうことでですね、畑が必要になってくるんじゃないかと。まあ、簡単にパンを食べたりとかね、あと、じゃがいもどっかからもらってきて。まあ、じゃがいもを植えて、じゃがいもも、焼けばベイクドポテトっていうね、結構腹持ちのいい。で、まあ体力回復量がね、結構、高い割には、コスパがいいというか、すぐ作れる。簡単に大量にね。まあなので、それをまあ、まずは、作っていけば、まあしばらくは問題ないだろうと。で、いずれね、まあ牛なんかで、牛肉を、まあ、いただいて、まあ、ステーキっていうものはね、なんつうのかな、体力回復では一番、まあ、体力回復とか、満腹ゲージをね、回復する量がもうすごいんです。まあ、なので、まあ、それをまあ、大量に作れるようになるのが、その食料自給での、最終目標だね。まあ、それはちょっとね、考えがあります。で、ですね。
もう一つ、まあちょっとね、これは結構すぐやれると思うんですけども、かぼちゃを手に入れていきたい。まあ、なぜかぼちゃを手に入れていきたいのかというと、かぼちゃからジャックオランタン、っていうかぼちゃの中にね、まあ松明を仕込んで、その光源とするというブロックができるんですね。まあそれを、まあ作れるようになると、まあなんていうのかな、この周りのね、湧き潰し問題っていうのがありまして、まあ夜間ね、まあ夜間になる前に寝ればいいんだけども、まあ万が一夜を迎えてしまった時に、周りに敵が湧かないように、まあ家の周りをね、照らしておくというのが大事になってくるわけ。で、そのね、そこら辺に松明をポン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 、まあ、簡単にやるには、まあそう置いときゃいいんだけど、ちょっとそれではね、外観が良くねえな、というところがありますんで、ちょっとね、そういうブロックを使って、まあ綺麗にね、綺麗に目立たず、なんていうのかな、湧き潰しというものを、ちょっとやっていきたいなと考えているんです。まあ、なんていうのかな、湧き潰しっていうのをやるのは、家をね、あらかた建ててから、家とか施設をね、あらかた建ててから、やってしまうとね、なんていうのかな、規則的に置けなくなってくるっていうのがあるんで、先にね、ここら辺の範囲まで私はね、まあ、自分の、生活拠点を作るぞと定めて、まあまあ、柵とかで囲ってしまうのが一番楽なんですけど、ね、敵が入ってこないようにね。で、その中を、まあ、湧き潰ししていくっていうのがあって、まあ、なのでね、まあ、材料として、まあ、かぼちゃを手に入れていきたいと。で、かぼちゃをね、まあ、手に入れるポイントっていうのはちょっとありまして、かぼちゃはね、群生しているバイオームがあります。まあ、それは何かというと、高原。まあ、高い山がね、あるような、バイオームにね、かぼちゃ結構、ポロポロ置いてあるんですよ。まあ、それを手に入れてくると、かぼちゃからまあ、種ができると。で、その種を畑に植えていくと、かぼちゃをまあ、なんつうのかな、安定したね、供給が、まあ、可能になるということなんで、今日はね、ちょっとまずはそこから始めようかなと。で、持って帰ってきて、その光源も使って、まあ、外観、ね、家の外観と、まあ、湧き潰し、簡単な湧き潰しなんかをし始めて、っていう感じにしていこうかなと思います。まあ、ちょっと長くなりましたね、前置きがね。さて、ちょっといらないまもだの来だてたけよ、置いほてら。こうか、白樺。綺麗。あ、あそこに。溶岩ありますね。溶岩も大事になってくるんで、今後。おい、綺麗じゃないですか。あれ、ここ。いきなりない、もしかして。いや、そんな簡単にはいきませんわな。それはな。いや、綺麗だね。これ山の上に何か施設作りたいね。あの夕日を拝めながらみたいなやつが欲しいわ。ちょっと一回寝てからもう旅だと。朝が来ました。さてと、どっちから、ちょっと山が、この山ちょっと高かったんで、ちょっとこの周りちょっとぐるっと一回見てみようか。もしかしたらの可能性あるからね。街はひまわり畑があるっていうの知ってるから。あっち側じゃなくて、こっち側行こう。こっち側まだ行ったことない。えいちょい。初めての敵。おい、出てこいよ、ほら。お前はもうそこにしか入れないんだろ。あら？ちょっと待て。やらせろや。いいなぁ。このリソース当たりだなぁ。え？ちょい。ちょっと待って。こんな簡単に見つかっちゃった。いやー、嘘ー。村をさ、ちょっと待って、あそこに針葉樹林もあるよ、あそこに。村を見つけに行くぞーみたいな回を作ろうと思ってたのに。なーに、ちょっと寄り道していくよ。もう。あ、いるね、いるね、村人さんがいます、中に、ほら。あー、いい村だ。なんだ。
いい村だなぁ。いや、平和、なんか ちょっと待って、おかしい。井戸が浮き、これ使えんの？この井戸。使えないでしょ、絶対。この井戸もう死んでるね。ほら。土が埋まっちゃってるもん。この井戸もう潰れてますわ。あー、残念。あの家もなんか崩れてるし、すごいなんか村だな、ここ。いや、いいじゃない。ちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっとね。私もちょっと生きていかなきゃならないっていうのがありますね。ちょっとね、お野菜たちをいただいていく。これは？じゃがいも手に入れたんじゃない？早々に。よし ありがとうございます。これまずごめんね。もらってくる先に。あ、ありがとう、ありがとう。ああ、助かった。これでもう、しばらくの。あ、こんにちは。こんにちは。いやー、優しい顔したこの人は？あ、神父さんだ。腐った肉をエメラルドに変えてくれる。腐った肉持ってきたらよかったね。腐った肉でもまだゾンビと戦ってない。この人も神父さんかな？あ、この人も同じだ。なんかあれだな、浮いてる家だね。ちょっと一段浮いてる家だね。これは。あ、あなたは？あ、おばちゃん。おばちゃんだ。革細工師。革を持ってくるとエメラルドに変えてくれます。おばちゃんなのにおじさんの声。やめてやめて。やめてやめて。ごめんなさい。ここはあれだ。農家の方。農家じゃない、畜産業の方だ。ここは。あ、あくびしてる、あくびして、誰かあくびしてる。何？呼ばれた誰か。ここは？教会だね。教会です。肉屋さん。生の豚肉持ってくるとエメラルドと変えてくれる、この人は。この人も、あれだ。神父さん多いね、ここね。あ、洞窟がある、洞窟がある。ここは、ちょっと、ゾンビに襲われやすいとこだな。こちらは多分何も入ってない。この家何も入ってないね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ちょちょ。あ、なんか、結構いる、結構いる。羊飼い。羊毛持ってくると、何この人 この人は、あ、製図家。紙持ってくると、エメラルド。この人は、あれ？この人調べられない。この人調べられないよ。なんで？ヤシ。糸持ってきたら、エメラルドくれる。この人は攻撃してないのか。なるほど。すげえ村人いるじゃない。てか結構な規模の村だったね。俺、あれを探してるんだけど、鍛冶屋みたいな。あそこに宝箱あるんですよ。情けー。鍛冶屋じゃない。彼らも生活がありますね。全部をいただいていくってなんだ、失礼。ビートルートだけあったら1個だけ欲しいんだけどな。ないか。ないね。結構畑耕してるね、ここね。すごいな。洞窟の上に立ってるから ないか。残念。宝箱があるんですよ。鍛冶屋に、お花でした。苗木を数本もらっていきたいな、針葉樹林の。針葉樹林はね、一番下残しとく。なぜかっつうとね、これ高いんですよ。そもそも高いんです。この木はそうでもなかったけど。ピョーンって高いやつがね、生えるんで。それ用に、
あ、そんなでもないのかな。これ高そうだ。葉っぱが多すぎて見えないもん。ほら、まだ。無理か。あ、ハトは葉っぱになってるし。よし。あとは苗木が落ちてくるの待つ。はい、いいよ。ポーン。これもやる？針葉樹林のね、木ってね、ちょっと色が濃くてね、いいんですよ。使い勝手がいい。まだまこの隙にちょっとかぼちゃがないか見てみようか。もあり、鳥さんがいっぱいいますね。ここはおーっと、こういうとこ、こういうとこ、こういうところにあるんですよ。ないね。結構かぼちゃ遠巻きからもわかるからね。ここには情け。いいな。どうだい？苗木取れたかな？出た出た出た。まあこんだけもらえたらいいかな。5本。あ、まだあるまだある。まあでも、あ、いっぱいあるね、ここに。よし、あ、いった！俺全然気づいてなかった。ごめんなさい。あったあった、これですよ。いや、いいかぼちゃだ。これをもらってく。いや、いいんだな、かぼちゃのこの、このね、崩れやすさ。ありがてえ。よし、目標達成でございます。ちょっと周り見てから行くか。いやー、綺麗です。おっと？アルパカ！アルパカだー！初めて見た俺。これが入ってくる前のパッチでやめてますからね。うわぁ、汚ね、汚ね、唾飛ばした。アルパカいいなぁ。アルパカは何だろう。アルパカから毛が枯れたりしないかな。無理みたい。ごめんごめん。アルパカ何がいいんだろう。うぶぅ、なんだこいつ。いやでも可愛らしい。いやー、素晴らしい世界じゃないですか、ここは。結構欲しいものが身近にあるな。じゃがいも手に入れた、かぼちゃ手に入れた。もういいことねえな、今日。さてと、じゃあね、次は。うん。
手に入れられるもんは手に入れてきたんで、もういらない。よし、じゃあね、畑を作りましょう、次は。畑はもうね、近いところが好ましいんで、この辺りから、あ、桑を作んなきゃなんないね。まずはバケツに水を汲もう。それで、丸石。あれ、なんで分けちゃった？こっちじゃねえな。あ、いいや。半端なやつから作りましょう。ここでいいかな。ちょっと草が邪魔だ。シャベル使いなよって言われるんだけど、土ぐらいはいいかなと思ってんの、これ。そしたらここにジャバーっと流れたね。きれいな水が流れております。から畑にするか。あれ？ああ、そっか。邪魔なのか、草が。何ブロックまで届くんだったっけな、これ。もう寝るか。早いねー。一日が。これね、ダメなところはね、ああやって土になっていくから。ここに作ったら、
止めちゃうかな、咳止めちゃうかな、ちょっと一回やってみようか。あ、大丈夫。よかった。小麦がいるな。小麦も作らなきゃならなかった。この下一面を小麦畑でしょうか。なんもなくなっちゃった。早い。ここも入れるか。お、行きやすい。ここでここを踏み荒らしたりする必要もなくなった。シャベル使って。道がつながったと。いいね。ちょっと井戸らしさ足した方がいいの、これね。一応井戸なんで。それと、ハーフブロック。ハーフブロックじゃない方がいいかな。これでいいもん。意味はわかるはず、これ。どういう仕掛けなのかみたいな。よし、じゃあ畑はとりあえずこれでよしとしといて、外観作りをやりますか、そろそろ。なんだろうな。まあちょっとやってみようか、これで。板だと屋根と同じ色になっちゃうんだよね。
松の木の原木あったな。あれ、同じ色？いや、微妙に違うな。そして微妙に松の木の方が色がいい。違うよね。ちょっとだけ。ほんのちょっとだけ違うよね。ちょっとくすんだ感じ。ちょっと明るい感じ。どうしようかな。いや、多分、松の木の方がいい味わい出す気がする。うん、松でいこう。お、いいじゃない、かぼちゃできてますよ。たまにね、隣の畑を、にかぼちゃがドーンってできて、隣潰すみたいなことありますね。それはもう、ご愛嬌ということにしとかないと。さてさて、どうやんだっけ？ジャックオーランタ。なるほど、なるほど。解決しましたわ。うん。かぼちゃを、くり抜かなきゃいけないみたい。今までそんなことなかったんだけど、このパッチかなんかで、新しいパッチで多分そういう手間が一つ増えた。みたいなんです。で、このかぼちゃをとりあえず、ね、並べまして、で、これをハサミで、ちょきっとくり抜く。これを回収してやると。なるほどね。これに、ランタンさせてやると、ジャックオーランタンができますと。よし。で、くり抜かれたかぼちゃ、ランタン。はい、できましたね。これを光源として使う。OK ね。で、おっ、来た！いきなり来た！びっくりした！ で、杉の木ができたら周りのバイオームちょろっと変わるな。向こうにもできるかな。よし、じゃあ、その前にもう夜来るね、これね。一回寝よう。いいですね。これね、回収の仕方があります。3つ開けますでしょ？2つ開けて、1段上がって、1個開ける。まあ、これの繰り返しです。3つ開けて、
1段上がって目の前から2、これの繰り返し、はい、これでてっぺんまで行きます。あ、もうないね。ここまでだね。よし。そしたら下向いて、下向いて真ん中ぐらいに立って、あともうこうやってぐるぐる回って、足場を一個ずつ壊してやれば。これあれかな？このままなのかな？これ。このままだといいね。OK だね。これで多分だいぶ杉の苗木も、プロプロ落ちてくる。プロプロ落ちてくるよ。この隙に。壁を作っとこう。さてと、じゃあ続きをやりましょうか。いいぞ。これで囲われたね、家の中は。あ、まだ上があるわ。全然。さて、どっちがいいんだろうな。屋根側に開けた方が良かったかな。屋根側開けようか。上は埋まってんだよね。うん、はい、こっちは OK。 一回どっちがいいかやってみようか。こっちじゃねえな。やっぱり奥のドアだな。これだ。これです。
幸福の管轄版。なんかちょっと足拭きマットみたいだね。オッケー、いいね。よし。それでね、松の原木を木材にしました。黒くていいね。これで屋根作ったらかっこよかったな。いずれ張り替えようかな。で、松の。松のフェンスできないの？できた今。松のフェンス。松のフェンスどんな感じなのか見てみたい。普通にこんなか。で、私、窓にガラスみたいなのはちょっと考えてないです。足りない。足りないです。松のトラップドアいいね。松いいじゃない。で、これで外出て。いいね。こういうことです。段差作ったからね。 こういう時安全なの。閉めておける。雨戸です、これが。こう閉めとこう。という感じで OK でしょう。ちょっと遠巻きから見ますよ。いいですね。ちょっと高いところから。いや、いい。なかなかいい建築ができました。というわけでね、今日はここまでにいたしましょうかね。長時間のご視聴ありがとうございました。今回はね、建物の、屋根はね、ちょっと、裏作業でちょっと作ったんで、ね、今回は外観だけとなりましたけれども、いよいよね、この私の、拠点が、拠点というか家が、完成したと、外観は完成したと、いう感じで、あと、かぼちゃね、かぼちゃ取ってきたからね、これからは、この、ジャックオーランタンで、光源をでき、作れると、いうことなんで、ここから湧き潰し、多分裏作業でちょいちょいやったりすると思うんですけど、やってね、皆さんにこんな感じですよというご紹介もして、
まあ、次回そんな感じでやっていけたらと。次回だから、そうだね。何をするって言ってたっけ？あの、冒頭で。まず今日は、じゃがいも、畑、あとかぼちゃ、かぼちゃからのジャックオランタン、そして家の外観は完成したと。で、あれだね、あの杉の木と、あと村を見つけましたね。いやー、なんか思ってたよりもいい、なんだろう、結果になったんじゃないかと。あとスムーズでした、だいぶ。もうちょっと時間かかるかなと思ったんだけど、ね、いろんなあのかぼちゃ見つけたりとか、じゃがいも見つけたりみたいなのがね。まあそんなとこですかね。よし、じゃあ終わりにいたしましょうね。今回はここまで。お疲れ様でした。ちょすごいジャックオーランタンで照らされてる。これぐらい明るいってこと、ね。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様。